センター試験で9割取ったんですが、はっきり言って前日は勉強しませんでした。すべて目的はたった一つなんですね。それは何かというと、どうも篠原です。今回は共通テスト前日にこれをやっておけという話をしたいと思います。今回ですね、共通テストの前日これやっとかないと困りますよという話をいろいろさせていただくんですが、すべて目的はたった一つなんですね。それは何かというと、試験本番、試験当日に困らない状態にするためなんです。これから話すことは全部試験当日の自分が困らないためにやることなんで、めんどくさいなと、そんなことまでせなあかんのかと思うかもしれませんが、ぜひやっておきましょう。まず一つ目、予定通りの時間に起きるです。これは何かというと、共通テストを受けるにあたって、だいたい1教科目受ける3時間前ぐらいですね。6時半とか7時とか、それぐらいに起きると思うんですよ。それと同じ生活習慣を作っていきましょう。具体的に言うと、試験前日だからという理由で、ダラダラしないということですね。朝ゆっくり起きてみたりとかすると、生活習慣がそこで狂っちゃいますから、試験本番6時半に起きようと思ってるんだったら、試験前日もぜひ6時半に起きてください。そして、ぜひ試験本番と同じサイクルで動いてほしいんですね。だからこそやってほしいこと、2つ目。大学の下見です。これは何かというと、試験会場に例えば9時ぐらいには最低着きたいと思ったとするじゃないですか。ってなったら、家をだいたい8時ぐらいに出ないといけないなとか、まああると思うんですよ。これをですね、例えば電車アプリですよね。その時刻表アプリみたいなやつで、だいたいまあ50分か。ということで、じゃあ今日行かなくていいやとかってやると、失敗します。どういう失敗の仕方をするかっていうと、道に迷ったりとかね、普段行かないようなところだから、どの電車に乗ればいいかわからないとか、何番線のホームに行けばいいかわからないとかね、そういうことが結構よくあるんですよ。試験本番っていうのは土曜日の朝です。土曜日の朝。休日ダイヤです。今、時刻表アプリで見て50分で着くからって言って、試験本番の朝、本当に50分で着く保証ありません。だからこそ、朝起きて、飯食って、歯磨いてって、まあ一連の動きありますよね。で、その一連の動きの中でちょっと軽く勉強して、本番このぐらいのタイミングで家を出るであろうという時間に家を出ていただき、試験会場まで足を運んでください。試験会場まで足を運ぶ際の注意点があります。それは何かというと、必ずマスクをしてください。これはどういうことかというと、はっきり言います。世の中には信じられないアホがいます。信じられないぐらい迷惑なやつっているんですよ。風邪だろうが、インフルだろうが、コロナだろうが、容赦なく電車に乗り、ゲホゲホ言いながら病原菌を撒き散らすやつっていうのは、電車とか、あるいは明日試験会場にいるかもしれません。一番最悪なのは、そういう人から病原菌をもらって、自分が風邪をひいたり、まあインフルになったりコロナになったりして、点が取れないことなんですね。もう一回言います。必ずアホはいます。信じられないぐらい人に迷惑をかけてそちらの顔を振るやつがいると思っておいてください。だからこそ必ずマスクしましょう。手洗いうがいしましょう。今できることはそういった自衛手段ですから、ちょっとやりすぎかなと思うぐらい自衛してください。さあ、そんなこんなで試験会場に着きました。で、試験会場に着いたら見ておいてほしいものがあります。大学のどの辺で自分が受験することになるのかということですね。大学ってのは思ってるより広いです。普通高校だとね、一つの学校に校舎ってまあ1個か2個だと思うんですよ。ところが大学って平気で10、20あります。第13校舎ってあった時にどこやねんってなると、大学広いですから結構迷ったりします。で、これ一番良くないので、自分が受ける予定の校舎の場所の特定までやっといてください。ちょっと校内入れないかもしれません。入れなかったら地図があるんでね、地図の大体この辺なんだなということが分かった状態にしておきましょう。2つ目、近くのコンビニを探しておくですね。これは何かというと、近くのコンビニに行って急遽買い物をしないといけないということがあるかもしれません。コーヒー飲みたいとか飯食いたいとか、そういうこともあるかもしれませんし、シャーペンが壊れたとかね、写真がなくなった消しゴムを急遽買いたい、そういうこともあるかもしれません。何が起きるかわからないので、近くのコンビニを探しておきましょう。 99% 大学の近くはコンビニがあります。なので一番ね、最寄りのコンビニを探しておきましょう。大学の下見を終えて家に帰るってなると、だいたいお昼時だと思います。まあご飯食べますよね。その後絶対やってはいけないことがあります。それは何かというと、昼寝です。絶対に昼寝だけはしてはいけません。もう一回言います。絶対に昼寝だけはしてはいけません。なんでかっていうと、夜寝れなくなるからです。ちなみにですね、僕、篠原、センター試験ですね。まあ今の共通テストにあたるセンター試験という試験で、寝れませんでした。夜ね、全然寝れなくて、結構フラフラの状態で1日目受けに行く羽目になりました。緊張すると人間って寝れなくなるんですね。なので、昼寝をすると、それがね、
もっと寝れなくなりますから、絶対に寝てはいけないというところです。ちなみにですが、その延長線上で言うと、コーヒーですね。コーヒーも飲むのは15時までにしておきましょう。一応人間の体っていうのは、カフェインを処理するのに時間がかかります。だいたい8時間ぐらいで、摂取したカフェインの 25% だけ体に残っているっていう状態になります。逆に言うと 25% 残ってるんですね。昼ご飯食べたら眠くなっちゃうよっていうのがあると思うんで、コーヒーとかね、飲んだりするのは別にいいと思うんですよ。なんですが、15時よりも後ろで飲むようにすると夜に影響がありますので、15時までに飲み終えておきましょう。じゃあ勉強は?っていう風に思うかもしれませんが、勉強はやりたかったらやってください。ちなみにですね、僕はそのセンター試験で9割取ったんですが、はっきり言って前日は勉強しませんでした。ずーっと漫画読んでました。正直ですね、前日にやったところで変わるかっていうとそんなに変わらないですし、リスニングの耳鳴らししたいとかね、英単語の復習したいとか、社会の最後の詰め込みやりたい。まあ別にやってもらってもいいんですが、まあまあやりたかったらやったらどうですかぐらいな感じで、絶対やらないといけないっていうわけではありません。もし興味があればなんですが、一本ね、映画でも見てスカッとして終わったらどうですかっていうふうにお勧めします。僕のお勧めとしては、こちら、ターミネーター2ですね。僕の一番好きな映画です。ちょっとは勉強寄りのものを見たいということだったら、こちら、スラムドッグミリオネラですね。これはいわゆるクイズミリオネラというやつのインド版みたいなやつで、かなりね、面白い映画になっています。ちょっとは勉強寄りなんで、ターミネーターよりは勉強に関わるようなことかなと思って見てみるっていうのもありかもしれません。他にも別に何だっていいんですよ。ただね、飯食ってぼーっとしてたら寝ちゃうんで、勉強したかったらしてもいいし、したくなかったら映画でもご覧になられてはいかがですかというような感じです。もうこれまで勉強は頑張ってきたじゃないですか、散々。なのでまあまあ、前日ぐらいはゆっくりしてもいいんじゃないというところです。夕方になりました。夕方になったらもちろん晩ご飯食べますよね。晩ご飯食べてお風呂入って最後の勉強したりしなかったりすると思います。その後やってほしいことがあります。それは何かというと、明日の準備ですね。バッグの中に鉛筆、消しゴム、受験票、こういった試験で必要なものを全部バッグに入れておきましょう。そのバッグを作った状態で寝てください。バッグに入れるべきもの、こちら、一覧にしてまとめておきます。受験票は言うまでもないですよね。鉛筆、消しゴム、シャーペン、そして写真なんですが、これはですね、まあ、筆箱の中に入れておいてください。結構、あれどうだったっけなとかってこう勉強して置き忘れるってことよくあるので、これ気をつけてくださいね。あと、1日目終わった後、鉛筆削り忘れるとかね、そういうこともよくありますので、それも気をつけておきましょう。あと、時計に関しては、こういった、スマートウォッチですね。スマートウォッチは没収されますので、アナログ時計、まあ、これまで使っていた時計ですね。これを持っていきましょう。ベルが鳴らないやつですね。ベルが鳴ったり、アラームが鳴らないやつをぜひ使ってください。あとは、現金ですね。現金は、1万円分持っていきましょう。1万円ってのはどういう金額かというと、最悪どうにでもなるっていう金額です。電車が遅延したって場合でもタクシーに乗れるとか、これこれでトラブったってなった時も、なんとかなるっていうのが、まあ、1万円という金額なんですね。1万円札で持っていくとちょっとあれなんで、1000円札10枚で持っていきましょう。これは自動販売機ですね。自動販売機で飲み物買いたいなと思った時に1万円使えないこと多いですから、1000円とかね、小銭を持っていくというところになります。あと、まあ、食事飲み物ですね。これに関しては、当日の勝負飯を決めてる場合です。おにぎりのツナマヨにするとかね、もう決めてるっていう場合は、これを持っていきましょうと。で、あるいは飲み物ね、コーヒーとか、そういうもの持っていくよっていう風に決めてる場合あると思うんで、まあ、それはバッグの中に入れておく、あるいは当日の朝入れるんで忘れないようにしておくということを意識してください。あとはマスクですね、マスクは必ずつけましょう。そしてカイロ手袋なんですが、これは僕自身の経験です。僕ですね、試験の当日緊張と恐怖でガタガタ手が震えて全然マークできなかったんですよ。で、それで最初の30分は問題を解くだけに徹して、30分も経ったらさすがに薄れてくるんで塗ることに集中できたんですが、そういうことがありました。恐怖で手が震えたり手がかじかんだりいろんなことがありますが、とりあえず寒いからかけないっていうのがない状態にしたいので、カイロと手袋、これは持っていった方がいいと思います。あとは教材ですね。まあこれまで使ってきた教材をぜひまあ持っていきましょう。これはですね、試験当日勉強という意味ではそんなに役立つものではありません。ただやっぱお守りですよね。この教材で俺は頑張ったぞと、走り抜いたぞっていうものをやっぱり一個持っていくと精神衛生上結構良かったりしますんで、何か一冊持っていく、まあお守り代わりに持っていくということをお勧めします。もしですね、そういう宗教心あるんだったら普通にお守りとか持っていってもらっても構いません。そして意外と忘れがちなのが、メガネとか目薬ですね。結構目乾きます。一日試験ですからね。そういったものも持っておきましょう。試験前日のうちにやるべきことの4つ目、それは準備ですね。もう準備を万全にしておきましょう。そしてラストですね。5つ目、最後にやってほしいことがあります。それは何かというと、親への感謝を伝える
というところです。これはですね、正直恥ずかしいと思うんです。なので、親本人に言ってもいいし、言わなくてもいいです。手紙として書き留めておいて、机の中にしまっておくでも構いません。最後に、親への感謝。親に感謝しにくいなと思うんだったら、学校の先生、塾の先生でも構いません。誰かに感謝の言葉を伝えましょう。これはどういうことかなんですが、正直ですね、試験会場に、いっぱいあわあわしてる受験生います。正直言って多分点取れないだろうなというぐらいテンパってる受験生たくさんいます。そしてほっとくとあなたもその一人になっちゃうかもしれません。これはですねやっぱり良くないんですよ。なので一個ね自分の中で整理してほしいことがあるんです。それはどういうことかというと、今ね、自分自身の境遇考えてみてください。今18歳。まあもしかしたら19歳かもしれませんが、ですよね。18年間、19年間、ふと考えてみてほしいんですよ。食費、いくらかかったと思いますか？あるいは、これまで、小学校、中学校、高校、そして余す際、大学に行かそうとしてると、教育費、いくらかかったんでしょうね。今着てる服、今いる部屋、今持ってるスマホ、おそらく全部、親が買い与えてくれたものだと思うんですよ。これに感謝せずして何に感謝するんですか？一度親に一言でいいです。ありがとうと。明日試験受けてくるわ。この一言を恥ずかしいと思うし言いたくないかもしれないけど一言言ってほしい。もしかしたら親にねちょっとそういう風に思えないんであれば学校の先生でもいいです。一番お世話になった人に一言言いましょう。言うのが恥ずかしかったら手紙に書いて残しておくでも構いません。何か自分なりの気持ちの整理をつけてほしいんですね。そうなるとどうなるかというと、明日試験会場に行った時にあわあわしてる受験生見ると、なんかあわあわしてるな、自分のことしか考えてないなこいつらはっていう風にちょっと大人になれると思います。試験前日にこうやって親への感謝の気持ちを伝え、ちょっと一歩大人になるという作業をやってほしいんですよ。これは単純に点数を取るという意味でもそうだし、人間としてよくよく考えてみれば感謝せずにはいられないなと思ってほしいわけなんです。つまり自分を客観的に見てほしいんです。自分を客観的に見たときに、なぜ親は義務教育ではない高校まで行かして余すさえ大学まで行かそうとしてくれている、それだけの金を払ってくれている、いろんな環境を整えてくれて勉強させてくれている、飯も食わしてくれてるし教材費も出してくれている、そんな環境に感謝の気持ちをしっかり表してちょっと大人になってほしい。ちょっと大人になった上で試験会場に行ってほしいんです。そうすると他の受験生が子供っぽく見えます。ガキっぽく見えます。だから冷静に問題を解くことができます。試験前日にやるべきことは5個あります。この5個をやってくれたらいい点が取れるとは言いません。でも自己ベストは取れるんじゃないかなと思うんですね。朝ちゃんと起きる予定の時間に起きましょう。下見をしましょう。昼寝だけはしてはいけません。バッグを作って準備をしましょう。そしてラスト、親へ感謝の気持ちを伝えましょう。ということで今回試験前日にやるべき5つのこと紹介しました。この5個をやっていただいて試験会場でベストを尽くしてください。今回の動画はこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。